はい、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。木山拓です、今日はたたらで、寿司とかのね、あの長方形の台皿を作っています。まあ、ある程度これはね、形が作って、で足をつけるだけっていう感じですけど、でたたらね、あの見たい方はあのたたらの基礎の木やったかな、ちょっとじゃあ概要欄に貼っとくんで、そっちをね見られてください。そっちも割といい動画と言われています。これはノーカット版でやってますんで、細かいとこまでね、興味ある方は見てくださいね。で櫛でね、あの傷をつけて、筆で水を塗ってますね。土塀とかでもいいんでしょうけど、もう水で、まあ全く問題ないんで、つけ方に少しコツはあります。それを見ていただこうと思います。これね、バーンって置いてるようなんですけど、あのこれで水戻りって言って、中のね、この湿った部分をちょっと出すっていうか、なんていうのか、少し柔らかくするんですよね。このね、管理が大変ですよね。足がちょっと硬くて上が柔らかいとかなると、上が後から縮んできて、で反ったような形になっちゃうんで、逆もそうですけどね。これ高さ合わせてますね。上が硬くて足がねやわやわだと、後から足が縮んで膨らんだような状態になるんで、できるだけ硬さを揃えて、でくっつけた後もビニールにかけて1日自分は置いときますね。そうすることで、あの足とその天板の硬さが均一になって歪みにくいっていう感じですかね。これいちいち削りカスもね、しょっちゅう掃除してますけど、これくっつかないようにねしてます。これも一気に傷つけて、最近ね豪雨でね被災したんですよ。工房がね、朝来たら水浸しでしたね。だからスコットクリーンっていうね、あの消毒液を楽天で買いましたけど、まだ届いてないですけど、だいぶね泥の匂いも収まってきましたけど、はい、でくっつけて、横にちょっとスライドするんですよね。グイ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 と、そしたらねだんだん動かなくなってきます。横とか縦にね、はみ出した土塀を手で取ってって、つけてグイ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 っと、これでだいぶ
しっかりくっつきます。焼いてね外れるとかだったらもう悲しいんで、これ80個ぐらい注文あるんでもう大変ですよ。端っこはねちょっと乾いてるんで切り落として、でこの間のサイズに合わせてカット。でこの時にちょびっと大きめに切っときますね。足らないのが一番もうどうしようもなくなるんで。もう何ヶ月もね更新してないと見る方が減っちゃったかもしれないですけど、たまにね更新していくんで、まだ自分の品物でねやったことない、動画でやったことないのとかはね、これやってねえなと思ったら作っていくんで、たまに見てやってください。忙しいと何もできないんですけど、はい、でこれくっつけて、これはもう横にスライドできないんで縦にグッグッグッと。でしっかりくっつけていきます。約半年前にね赤ちゃん生まれたんで、もっと時間ないですけど最近は。結構夜遅くまでやる派だったんですけど。働く時間が変わってきましたね、はい、筆で水打ちっていうのかな、あこれは竹べらですね、竹べらで、接地面を全部きれいにしていきます。土部がはみ出してたり隙間があったりしたところをこれで埋めていきます。で粘土を、まあ1センチぐらいかな、粘土玉を作って角に、これも割れ防止だったりとか、あと結構濃い釉薬をかけるんで、浮くと空気のダマができたりするんですよね角に。まあ接地面の角全部にできたらいいんでしょうけど、これは8箇所角につけてますね。まあ、より頑丈にっていう感じですね。つけて意味あるかはちょっと分からないですけど、もう今の時点でね結構しっかりついてるんで、より頑丈にって感じで、
割とね手かけてるように見えますけど、だいぶ抜きどころは分かった感じです。前昔作ってた時の方が丁寧に作ってましたね。丁寧に作りすぎてもね意味ないんです。先生が言ってましたもんね、手をかけたように見せるのがプロですよって。なるほどなと思って、だから手をかけすぎるのもねプロとしては良くないんでしょうね。お客さんにはあれかもしれないです、手かかってますよって言わないといけないかもしれないです。竹べらでこれ際の際を角をねこうくるっとカーブつけてますね。ここからひびがいかないように、まあそこまでやったら手を抜いてるって感じでもないんでしょうけど。はい、これノーカット版でなんでね。で、余計な部分を剣先で落としていきます。こうやってスパッと切ってますけど、まあ、初めての方はこのスパッと切るのも難しいかもわからないです。ちょっとこれにも慣れが必要ですね。ろくろと一緒ですね、何でも一緒ですね。技術が上がってくると、わりかし早く作ることができるようになってきます。でもこれでも10分ぐらいかかってますね。10分以上か。じゃあ1時間に6個ぐらいしかできんのか。で、80、70、80注文があるんで。100個ぐらいやるとしたらもうちょっと考えたくないですね。まあコツコツやるだけですかね。割とできたかな。外側の接地面の隙間が空いてるところをこれ手で埋めてってますね。で角をね注意しながら、やっぱ一番ひびが来るところ角でしょうからね、軽く濡らした手で。このね、いい硬さにするのがねもう味噌ですね。もうそこができればもう作るのは簡単まではいかないですけど、土の管理がもうプロとアマの違いみたいなぐらい重要です。ちょっと大きな傷を消してるんですかねこれ。これいろんなのにね多分応用できると思います。ねタタラでマグカップ作ったり、何やろ植木鉢作ったり、まあうちはね食器がメインなんで食器作ってますけど、でこれねガタガタ鳴ってないかちょっと見て。
高さがね、高いとこ低いとこあると焼いた時にちょっとグニャってなっちゃうんで、で、サインを書いて終了です。はい、こんな感じで形はできましたね。で、ある程度乾燥させた状態で、これは結構熱い釉薬かけるんで、あの弾くところ、撥水剤塗るところを作ってます。まあ、こういうことしなくてもねいいんでしょうけど、まあ、割とねここまでっていう線をつけとけば結構きれいに仕上がるんでね。これちょっと硬すぎたんで、あの万年仮名っていう、まあ、磁器を削る道具を使ってますけど、あんまりね硬くなかったら普通の鉄のカンナで大丈夫です。一気に削ろうとしないで何回かに分けてね、力込めてやるとガタガタになっちゃうんで。軽くスライドさせる程度で、まあ、この一手間やるのとやらんのとではね仕上がりがまた変わってくるんで、釉薬物をする人はこれおすすめです。これあの豚毛のハケですね。この豚毛の硬いハケはこうやって粘土取ったりするときに便利です。柔らかいときはね、あのちょっとした粘土カスは潰してしまえばいいんでしょうけど、ここまで硬くなってくると潰しても潰れないんで、はい、綺麗に乾いてください。はい、これで削りが完成です。削りもノーカット版ですね。こんな感じで、はい、これで出来上がりです。あの、ね、最初に切る型をね5ミリほど縦を小さくしましたけど、自然にへこむぐらいで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。